いやあ切ななースだよえっ、ー、と、ワンルームというゲームの実況をしていきたいと思います。部屋が一つしかないんです。怖いでしょ二つ以上欲しいんですよ、部屋。なのに一つしかないんですよ。怖いですよね。始めます。お帰ってきたとこからかな。なんかおるでいきなりなんか動きもいてるよ マクロクロスケ出ておいでって言うてないよ、僕は。マクロクロス、お、ただいま。なんて言ってたって。返事が来るはずがないのに、つい習慣で口にしてしまう。この部屋にはもう自分以外に誰もいないのに、いるよマクロクロスケがいるよ二体いるよとは言えものの、一人暮らしというものは、なかなか気が楽なので特に困ったことはない。ただ、一つ気になるのは、 この部屋に何かがいる、そんな気がするくらいだ。いるよマっクロクロスケ2体いるよあと、そういう寂しいこと言うのやめて僕だって墓地なんだけどあ、消えたマクロクロスケ出ていったやで。いや出てきたマクロクロスケ出ていったかと思ったら出てきたあ,あ、てえぇそんな出てくるんと出ていくんちょっと繰り返すのやめててか、この人なんで下向いてるの もうちょい前を向いてさ、上を向いて歩こうとかない漫画はあまり好きじゃない。かといって文学もそれほど興味はない。なんてセリフ似合わないだろうな。ぼんやりとそんなことを考えてみる。かわいそうな主人公だよ。<laughs> なんか喋ってる内容、あ考えてる内容か。頭の中で考えてる内容がすっごい寂しいな、この子は。 この,この間まで、ここに何かが入ってた気がする。なんだっけ思い出せない。なにこれあちょっとこのベッドの中何か入っとるみたいになっとるけど、膨らんでますけど、まだ寝たくない。あ,あ、そういうんじゃないんか。たぶん抱き枕や。たぶん抱き枕でこんなに膨らんどるんや。たぶんこいつの女が寝とるとかそういうんじゃない。普段本なんて読まないのだけど。 なんだかんだ本棚は埋まっているどういうゲームなんだこれは物陰から何かが出てきたり湧いてきたりなんとなくそんな気がすると感じることが多い本当に出てるよマックロ,ロスキーがさ出たり入って消えたりするけどどういうことですか実際は何もいないし何もないんだけどほんの些細な音にも心臓が止まる思いだ そりゃあそうだろうよ。こんな奴がうごめいてるんだからね。えー、っと、テレビは調べれんのか。冷蔵庫、なんか飲もう。お。ええなに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 今の何てか主人公するなのかい主人公スするなのかい今のなんななんて表現すればいいかわからんような赤いやつ出てきたけど。なんなウルトラマンの敵の怪獣にこんな降りそうかもしれんけどな。 お鏡やイケメン。ああ <laughs> ちょっと、3回目に見たときにさ、改造手術するのやめてくれへん。手術の範囲広がってる。<laughs> 顔半分になってる。後ろ誰かいますせ。改造手術した、長本人いましたよ。<laughs> あ、戻った。 元に戻してくれたわ。整形手術成功ですか。何だったんや、今のは。な <laughs> んで顔の整形手術しなあかんのや。改造手術レベルだったね。こっちバスルームかな。前から少しだけ気になっていた。家を出る前、カーテンは閉めてるはずなのに。帰ると、なぜだか少しだけ開いているような、そんな気がするだけ。本当に気のせいなのかもしれない。 まあこれが主人公が俺の立ち、主人公の立場が俺だったらさ、まあそう思うだろうけどさ、時々変な気配がする。多分そう思っているだけなんだろうけど、どうにも落ち,か落ち着かない時がある。こういうのって意識したら負けなんだろうな。負けだっ、ああ今の意識する意、意識せんようにする、今の無理です。俺気になっちゃいます。私気になります。時短だ、L です。 何かいる。一度そう思い込むと、なかなかその妄想から抜け出せなくなる時がある。もう妄想を超えとるわ、こんなん。例えば、暗い場所がどうにも気になったり、視界の隅に、隅でいいんかな、これ。奥か。あ奥やっけ奥かな。あ、どっちだろう、まあ、い,いや。に、何か動くものを見た気がするのだ。おるよ、動いてるものを見てる。てか、目がカッピラいしてた。目がカッピラいでたけど、何今の なんでこっちを凝視してるんだあの赤いやつは何か知らんけどさ。よくあるホラーゲームだと、こういう時は大抵終わったり刺されたり、きっとろくな目に合わないんだろうな。でも実際怪奇現象というのは静かに来るものだ。うん、静かに来てたよ。今静かに来てたよ。赤い怪奇現象が静かに来てたよ。3倍早,く早いような色しとってもさ、静かに来たよ。怖いの定義って何だろう 見知らぬ何かに追われることそれによって痛い目に遭って殺されることそんな目にあったことがないからよくわからないな。愛想になってるんじゃないかな俺何、愛いそうになってるんじゃないかな,俺,な,な,いかな俺、そう思うんですけど。この赤いやつにそんな怖い目に遭わされそうになってるんじゃないかなって俺思うんですけど。てか、赤いやつ、リーブ21でも通ったかな髪は生えとったね。本当に。 そういう目に遭わないと、何でもかんでもそんなつもりで終わってしまう。俺が今感じているこのゾワゾワした恐怖もきっと他の人にとっては大したことがないんだと思う。そんなことないよ。少なくとも俺はちょっと恐怖感じてるよ。音聞こえてきたよ。てか声かなこれ。近くで汽笛鳴らすんじゃねえよ 甲子園か近くで甲子園始まったんか。サイレンの種類が全然違うけど、そういうことにしとこう。あー、髪の毛めっちゃ伸びてる。そして出てきた虫か。<laughs> 今の展開虫かだ。てかテレビから貞子出てきますけど。貞子がこんにちはしてます。あ、ライフ2見えちゅて言き気ぶりにはならないよ。寝たい。 寝た方がいいそんな気がしたけど、眠気があるわけじゃない。さて、どうしようか。あ、選択肢できた。こんなところで選択肢できたよ。起きとこうか。正直、あんなものを見た後に眠る,眠るなんて、到底できるものじゃない。そりゃそうやろうな。てか見たんや。ちゃんと見たんや。見たわいにはあんまショック伝わってこんぞ、お前から。夢に出てこられてたまるか。 明るくなるまで起きていることにえ暗こなりましたよえ何かが上から垂れている気がする雨漏り違う血だこれは血だ青い服に血がええー、何が起こったか教えてくれよベイベー,ベー 寝よ、こんなのダメ、寝ないとダメだな、こんなの。起きたらもうすっきりすると思う。大丈夫だよ。静かで暗くて何も状況で、何もない状況では、考えたくもない余計なことを思い出してしまうもので。思い出したんか、結局。例えば、いつか見た恐ろしい夢とか、あるいは思い出したくない映像とか。 興味本位で覗くものじゃないなぁと、こういう時になって後悔してしまうもので。なんだ、君は、青くなってるだ。青に見ていいゲームオーバーなんゲームオーバーなんこれ。ゲームオーバーなんかの定義もわからんような終わり方した。なんかどっかで悪いことしたんかな、俺は。 出ていったらどうなるかってやってみよう。出ていったら、無視しましょう。玄関の向こうに、誰かがいる気がする。逃げさせてもらえんパターンかな。誰ああ、覗いてみようか。それともやめておこうか。そりゃ覗け。そのままおてもゲームオーバーになるだけや。おらんでないか。<laughs> おる気がするだけか。なんだ。出ていこうぜ。また もうおらんのやけん、もういいやろ。ほら、おらん。おらん。おらんけんさ。もう、出ていけ。出ていこう。もうこんなとこ、いや。おらんのでないか。<laughs> おらんのでないか。どうすればいいんですか。<ー>このさ、この平穏。サンタさんがこっち見てない状態で、あの、これ、こう入っていく。 うん、これで覗くまあさっきおらんかったけどおらんと思うんやけどちょっとやってみようかなぐらいの感じでよーしまあ問題ないっすねはいちょっといろいろ調べてみたんですけどあれ以上のものが見つからなかったんですけど なんかクリームのちょっとクリームの方にクリームのこのゲームの欄の感想の部分見たらエンディングを2つ見ましたみたいな感じのものを見たんですけどもしかしてもうこれで全部見終わったみたいな感じになった全クリの状態になったんかなってあのエンディング2つで終わりみたいな感じなんかなって思ってそういう解釈をしておりますえー <laughs> もうこのさあのー そからこののくサンタさんもさ、このナイストゥミューティー、ナイストゥミーティーっていう感覚で頭出してきとるさ、サダコさんも、この鏡の改造手術の人もさ、この冷蔵庫の中におる赤い飲料水の人もさ、もう何だか分からんまま終わりそう。あ、この真っ黒クロスケも。はい。というわけでまあ、こんな黒い部屋で,で終わりますかな。この黒い部屋で。 はい、というわけで今回はこの辺で仕上げ。